はい、どうも、ゆきよでございます。本日もね、お手軽なのに本格的なにお手軽なクッキングをやっていきましょう。今日はね、こちらです。生春巻きを作ります。ただ、作り方は、こっちに基本的に書いてあるのも、いろいろね。で、書いてあるんだけど、なんか昔、作った時に、もうゆきよがね、独自で、やり方を編み出しちゃってだから自分の我流で作ったのがあるからもうそのやり方をちょっとやってみようかなと思ってなんでこの前ライスペーパー買ってきたからちょっとね生春巻きをやっとこうかなと思ってご紹介しようと思いますじゃあちょっとやっていこうかな生春巻きレッツ生春巻きはいじゃあまずね基本的にライスペーパーはここに書いてあるんだけどだからこう水にくぐらせてやるみたいに書いてあったんだけど俺これやったらすげえぐにゃぐにゃになっちゃったから水にはくぐらせずに水をかけるってやり方でやりますなのでこの上でやるんだけどかけるともうこの上でやるとここにもくっついちゃうからちょっと濡らしたキッチンペーパーをねはいこんな感じで結構濡らしたキッチンペーパーまあ布巾とかでもいいんだけどこの上で作業していきますはいそしてもう食材ももう準備してありますこれは全部奥さんが準備してくれましたまあ基本的にはねここからいきましょうかパクチーレタス、蒸し鶏、で、きゅうりに、まあ、パプリカ、まあ、人参でもいいんだけど、ちょっとパプリカだったからパプリカにしました。あと、エビちゃんね。まあ、結構これね、かなり豪華バージョン。大体いつもね、この中の3、4種類ぐらいで作ったりするんだけど、まあ、お好みだね、入れるものは。はい、っていう感じでやっていこうかな。まあ、とりあえずやっていこう。巻いていこう、とりあえず。よし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 、やっていこうぞ。じゃあ、この1枚ね、ライスペーパー取って、これなんか水にくぐらせるって書いてあったんだけどちょっとよくわかんないからそれやるとぐちゃぐちゃになっちゃったから俺はねこっからもうすでにね水をかけるかけますよしっつってかけてでまあ片面やってで裏返してもう片面によっしょっつってこうやってかける水にくぐらすのはもう変わんないからこれかけてこうやってちょっとよしよしよしいいぞでしばらくあなんかもう破れてるすでにおいおいおいはい、でこうやってかけるともうこっから少しずつふにゃふにゃになってくるんでとりあえず今ここすでにもうこの状態でかけてはいはいいい感じにかかったらもうここに具材を乗せていこうかなで乗せてる間でもうこう柔らかくなるからなのでもうこれも適当ですよねよいしょどうしよっかこうやっていろいろ乗っけていく感じねパクチーを乗せてでキュウリもキュウリね結構俺あるとねいいんだよね好きなんだよねキュウリも乗せてでパプリカ乗せてとで鶏も乗せてもう本当こっから超適当でいいんだよねでここで一旦ギュギュギュッとねできギュッと一旦いってよいしょ大丈夫かなこれちょっとエビちゃんをちょこちょこっとこうあーこれもうちょっといった方がいいかなあー中身が出てくるなもうちょっといった方がいいなエビちゃんをこう挟んでで左右からちょっと待ってこれさ俺より上手い人絶対いるよね左右からいってよしよしでこれまたぐるっていくこういうことよしよしよしいいぞいいぞいいぞそうもうね結構ふにゃふにゃになってきてるからはい、こういう感じでございます。うん。どうなんだろうね。もうちょい中入れてよかったかな。ちょっと少なくなっちゃったかも。よし、どんどんやっていこうかな。よし、どんどんやっていきまーす。シュシュッと。しっかり量があったかね、これ。多めに今度やってみよう。パプリカいっちゃった。あ、こっちが閉じないかな。大丈夫か。ああ、崩れてきちゃった時はもう強引に行く。強引に行く。いや、すごいこと、もう強引に行っちゃう。はい、できた。
まあね、こんなもんよ。うん、素人春巻き、こんなもんよ。よし、やっていくよ。はい、じゃあタレを作りましょう。ニャンプラーとスイートチーズです。あとはレモンだね。レモン汁。これですね。適当なんだけど、ちょっと試しながら、あ、でも全然足んないな、これ多分。はい。これ小さじ1でしょ？スイートチリも、もはや何なんだっていう。これ、この小さじ1ぐらいいっちゃっていいんじゃないかな、多分。はい。OK。だいたいこのぐらい？ちょっと、全然映ってなかった。失礼しました。よし、OK。あ、結構レモンが多かったな。で、ちょっとね、あれもやろう。ガーリックパウダーちょっと足そうかな。こうすることによって、いい感じに仕上がるんじゃないかな。よいしょ。味見です。あ、すごいいいかも。あ、多分これいいな。 OK だ、完成です。多分大丈夫、これいけるわ。おいしい。よし、こんな感じ。まあまあ、ぽくはなってる。あ、くっついちゃった。いいんじゃない。うん、いい感じやん、これすごい。断面いい。はい、できました。完成でございます。っていう感じで、まあかなり簡単に作れます。もう本当に結構適当にやっちゃったんだけど、でもこんぐらいにはできるから。そう、まずあとね、こうタレがね、しっかり生のレモンを使うのがポイントかな。それ使うとすごく美味しくできるから。はい、じゃあ食べようか。よいしょ。よし、うん、めっちゃうまい。やっぱりね、ナンプラーとか、その、スイートチーズソースとか、その好きな人は、やっぱりこういうのはね、めっちゃうまいよね。うん、大好きだと思う。まあ、巻くのがね、俺も別に、俺より巻いて多分いっぱいいるけど、でも俺でもやれるから、やってできる、食べないから、よかったらやってみてください。ね、なんか、ちょっと暑くなってくる季節は、こういうなんかタイ料理的な、ベトナム料理的な、アジア料理的なやつが食べたくなってくるので、今度やってみたらいかがでございましょうか。ということで、今日は、生春巻きでございました。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。というわけで、じゃあ、何を言った俺今。俺今何を言ったんだ。それでは皆様、じゃあね、バイバイバイ。